はいどうも、末広ローカルのゆうきです。というわけで始まりました、中級者必見、やることないならこれをやるシリーズ。記念すべき1回目はサブロックフリップとサブロックポップの違いについて解説していきたいと思います。はい、ではまずスタンスからです。サブロックフリップのスタンスは、後ろ足は親指の付け根でテールを握れる位置で、前足は少し立てて、黒の四角の中に収まる位置がおすすめです。続いてサブロックポップです。後ろ足はテールのカーブと足の指のカーブが重なる位置へ、前足はデッキの中心と前足の重心が重なる位置がおすすめです。次は前足と後ろ足の違いについて見ていきましょう。左がサブロックフリップで右がサブロックポップになります。ここまでは同じです。この後の前足の動きが重要になってきます。それではサブロックフリップから見ていきましょう。サブロックフリップは弾いた後、前足が立ち、靴底がこちら側にしっかり見えていますね。さらに前足の出す方向も斜め前、約45度ぐらいですかね、斜め前に蹴り出しています。はい、対してサブロックポップは弾いた後に、前足が立っていないので、靴底がこちら側にほとんど見えていません。そして前足も元いた位置からまっすぐ前に、ちょうど直角のような感じで出ていますね。はい、次は後ろ足に注目して見ていきましょう。まずはサブロックフリップから。サブロックフリップで重要になるのがこのしゃくり上げという動作なんですけど、叩いた後にしゃくり上げているので地面からかなり高さが出ています。そして、弾いた直後からつま先が進行方向に向くようにしゃくっています。サブロックフリップをメイクする上で、このつま先の進行方向へのしゃくり、そして板が弾けているかどうか、この2つは、かなり重要になってきます。対してサブロックポップです。よく潰すと表現するんですが、板を潰してしゃくり上げていないので、サブロックフリップに比べては後ろ足の高さは出ていません。そしてつま先の方向なんですが、ほぼ真下を向いてますね。このつま先が少しでも前に向いて進行方向に向いてしまうと半回転の要因になってきます。気をつけてください。以上、サブロックフリップとサブロックポップの違いについて急ぎ足でしたが、解説しました。中級者シリーズはですね、1から10までがっつりハウトゥーするというよりかは、中級者の足がかりになればな的な感じでやっていくので、どうぞこれからも応援よろしくお願いします。まあ、正直、教えるほどの上級者でもないんですが、ぜひね、一緒に練習して上手くなっていきましょう。それでは皆さん、練習頑張ってください。ありがとうございました。